アソムナーはですね、ソフンから取ってますけれども、6つのですね、A 文字の頭文字を取ってます。6つ。S はですね、スマイル。スマイルですね。ノンバーバルコミュニケーションで、スマイルはとても重要です。2つ目はオープンポスチャー。3つ目は、フォワード、リン、前かがみになるということですね。4つ目はタッチ。まあ、欧米人は握手しますけれども、握手。5つ目はですね、アイコンタクトです。アイコンタクトは、スマイル以上にですね、とても重要なボディーランゲージになります。最後の6つ目、N はですね、ノットですね。日本人は、他の人が話しているのに対してですね、適宜、相槌を打つという文化があまり徹底されてませんので、まあ、このグローバルソサエティ、グローバルな時代ですから、我々も欧米人のいいところは学ぶべきであって、特にですね、欧米人の励行している相槌、この文化をですね、我々日本人もしっかり学ぶべきだと思います。今日はこのノンバーバルコミュニケーションの最後になりますが、すでにですね、スマイル、オープンポスチャー、フォワードリーンをお話ししてきてますが、今日は最後の3つ、タッチとアイコンタクトとノットについてお話ししたいと思います。そうですね。はい。タッチですね。タッチはですね、ソフナーの中でもとても重要なんですけれども、欧米人は、まあ、握手しますね。我々日本人はですね、あまり握手の文化がないんで、まあ、相手の心にタッチできるような何かですね、お話を用意してからかかるといいと思います。まあ、挨拶も、まあ、タッチですね。5つ目はですね、アイコンタクトですが、これは何度もお話ししてますけれども、アイコンタクトほどですね、強い、ノンバーバルコミュニケーションはないと思います。目は心の窓と言われてますので、しっかりですね、相手の目を見てお話しする、これは最高のですね、ノンバーバルコミュニケーションになります。アイコンタクトですね。で、最後のノットですけれども、これ繰り返しになりますけれども、日本人は他の人が話しているのに対する相槌の文化がないんで、これからはしっかりですね、グローバルソサエティですので、我々日本人もノット、相槌を打つ習慣を身につけたらいいと思います。これでですね、シリーズでソフナーについてお話ししてきました。ノンバーバルコミュニケーションで、この6つのですね、レターはとても重要ですので、どうか皆さんですね、これからソフナーを使ってですね、ノンバーバルコミュニケーションを徹底するようにしてください。お聞きいただいてありがとうございました。さようなら。